耐えそうだなとは思ってたけど、うわーこれチヨンジン来そう。巨式オンゴースト半減で、まあそれはそれできついかもしれない。あーかってかってかってもうさーダメなんすよ。どうせんのこっから地獄みたいなタイミング始まるってこれ。塩塩分過多で死んじゃう、塩分過多で死んじゃうよこれ。どうなんのこっからあこれ地割れあった方が勝つのか。あボディプレあってもなんか、あボディプレでもあれだな、鉄壁に追いついてないからなんか結局みたいなとこあるよね。いや相手地割れあったら環境の一歩先行ってるわさすがに。巨獣王に巨獣王投げます。塩分型で死んじゃう望んでたんですかこういう展開になることを。あれ引っ込めてきたけど誰だ。ターフ号はターフ号そいつ塩やばいから死ぬよ。塩で死ぬでしょこれ鋼タイプだから。この試合マジでしょっぱいわ。耐久型と耐久型の殴り合いしてる。え？あ、こいつ追加効果ないのか。あー、はい。あ、そっか。こいつ塩漬けのあれないのか。え？あ、やべ。あー。エアプスか。僕ってもしかしてエアプですか。え、これやばいってだとしたら、え、隠密マント、ちょ、わからん。え、これ塩漬けの効果がないのか隠密マントつけてんのかどっちこれ。やばい、なんもわかんない。マントサーフ号塩漬けいや、じゃあこれマントじゃなかったら塩漬けのダメージ入ってるってことでしょ。炙り出しタイム、エアプ炙り出しタイム始まりました。サーフ号に塩効くから隠密マント持ってんだ。え、そんなとこまで環境進んでんの。やばいでしょ、やってることやばいだろ。うわー、これ激鱗打つべきだったかな。迷ったんだよな、激鱗打つか。あー、巨獣音だったらいいや。いやー、倒せねえけど、まあ。でまあ、浮いてるポケモンいたら引いてきそうって感じ。か、チヨンジンいたら引いてくるかも。もうわかんねえわ、どっちでもいいや。隠密マントって強いんだ。一回も使ったことないから分かんなかったわ。待って、こいつ飛行タイプになってくる。あ、オッケー。ロジオン倒して、え、だったら勝ちそうだけどな、これ。え、こっちハチマキでやらせてもらってるんですけど、さすがに硬すぎませんか。ヨジオンの所属値全部10ずつぐらい下げた方がいい。おい、隠密マント広めるな。塩漬けケアの隠密マント。サーフ号、こいつ隠密マントだったら、海竜倒せる技なくね？なくね？
え、てかこれなんでここサーフ号なんだ。裏ロトムとかじゃないな絶対。ゴールドラッシュ耐える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 、イエーイ。さすがにね硬えから丸つけなくても。巨ジョンって種族値500しかないの。いや500ってね低くないけど別に高くもないからな。ソーブレイズか、はいはいはい。うーん、聖剣なかったら勝ったっぽい。聖剣なかったら、聖剣あるかな。ワンチャン負けそうなんだよな、なんかこれじゃちょっと怪しい。あー、うんかーうんかー、タスキやめてくれー、とりあえずタスキかー、うんかー。まあクラゲの鎧はどうでもいいんだよね。これ海竜取っとくメリットがあるとすれば、こいつのテラスタイプが、いやーでも取っとく意味ないよな。転売される方がリスク高いしね。あげ打ち、はい、いけるか、怪しくね。いや巨人音次第。巨人音次第だな。まあサーフ号投げても意味ないから巨人音投げて。いやこれさ、守るした方がいい。いやテラスタル切るとしたらここなんだけど、いや貝で取っといた方が良かったかな。いやでも炎がゴボストだと思うんだよね。どうせ格闘技内読みだったら普通に殴るのが一番強えから殴るか。やめて、守るして剣舞されるとやばいから。インファあったわ。いやてか終わった後に気づいたんだけど、いやでも無理だな、守るできない、守るできない、その剣舞されたらだるいから守るに合わせて。うーん、まあ難しかったわ。まあゴーストだから海竜取っといても意味ないから、だからインファ読みで巨人王をゴーストタイプにしてゴーストスカスが、まあ一番良かったね、一番良かったね、はい。丸、俺が捨てたソーブレーズに、ソーブレーズに3匹持ってかれたわ。まあ多分無念の剣影打ちインファ剣舞だと思う。インファ多分ねあった方が強いんだよな、悪タイプ多いから。いやゴースト技押せない読みテラスタルはそのインファがなかった時に打てる技がどうせゴースト技しかないから、結局なんかゴースト技飛んでくるか格闘技飛んでくるかのタクだった。まあ負けるべくして負けた、むずいわポケモン。いやサーフ号斬りはだから結局守る読み、守る押すのと一緒なんだよね、その剣舞されるの嫌って守らなかっただけだから。いやめっちゃ分かりやすい説明してる、負けたのに。よろしくしゃいっす。